じゃあ次に、冷却水の流れについて説明します。で、冷却水なんですけれども、こちらに水道水がやってきます。そしてこちらのタンクに冷却水を一回貯める形になります。まあ、これは一種のトラップで、例えば何かのトラブルがあったときに冷却水直接つないでいると水が流れなくなってしまったりすることがありますので、こういう大きなタンクに貯めておいて、停電があったりとか水道が止まったりした時でもちゃんと冷却水が送れるようにということで、通常はこういうタンクに貯められるようになっています。それで冷却水を通すためのポンプがこちらになります。で、こちらに溜まった冷却水をこのポンプで吸い上げて、そしてこちらの方に送ってきます。で、ここもトラップになっていまして、今は流れていないんですけれども、1つ2つ3つのバルブがあります。で、一番右側のバルブは頭頂コンデンサーに行きます。そして、てっぺんから出てきたメタノールの蒸気を冷やして液体に変えるという役割を果たしています。で、真ん中のこの通路、冷却水っていうのは製品受け槽の手前の冷却装置を冷やすためのパイプになります。そして一番左側のこのバルブを開けると、こちらの間出液、受け槽の手前の冷却装置を冷やすための、水道水の通路になります。それで水はやっぱり高いところから低いところに行くので、一番先にバルブを開けて水をためるのは頭頂コンデンサーの方の冷却水です。で、そこに水がたまったら次真ん中を開けて、一番下のやつを一番最後に開けるという形になります。で、青いラインがこれから冷やしに行く冷却水のラインで、そして黄色いのが冷やし終わったやつだっていうふうに言ったんですけれども、こちらに全部冷やし終わったやつが戻ってくることになります。で、ここのところに冷却水がちゃんと流れているっていうことを確認してほしいということになります。で、先ほど言いましたけれども、特にこの頭頂コンデンサーを冷やしている、冷やし終わったですね、冷却水が生あったかくなるようなことがあります。で、そうなりますと、メタノールの蒸気が液にちゃんと変わらないで、こういう煙突のところから出ていく可能性がある、てっぺんのところで。なので、ここの頭頂コンデンサーから戻ってくる黄色いパイプの水道水がちゃんと冷たいことを確認するっていうことが重要になります。で、各冷却装置の構造なんですけれども、このような形になっています。それで外側に水道水がたまるようになっています。で、内側のくるくる巻いた螺旋状のものは原料が通るラインになっています。で、外側の水道水で冷やされて原料が十分に冷えたら、この場合でしたら間出液受け槽に来るという形になっています。